平野翔起用で話題。YSL 新作リップバームの魅力を徹底解剖。YSL 新作リップバーム全色レビュー。平野翔使用色も徹底比較。YSL 新作リップバームがすごい。98%自然由来成分で売るツヤ唇へ。平野翔が登場する新しい YSL ビューティーのビジュアルが話題を呼んでいます。彼がアジアアンバサダーとして起用され、 特に YSL 発のリップバーム、YSL ラブシャインキャンディーグローバームを持ち主役として登場したことは、日本のファッション界にも大きな衝撃を与えています。この新しいリップバームは、YSL がこれまでのアイコニックなリップ製品に続き、全く新しいカテゴリーを開拓するために開発されたものであり、その登場とともに多くの人々の注目を集めています。なぜ YSL がリップバームという新しい方向性を選んだのか。 そして平野翔がその顔として選ばれた理由にはどのような意味があるのでしょうか ?YSL Beauty はこれまでも数々のアイコニックなリップ製品を世に送り出してきましたが、今回のリップバーム、ラブシャインキャンディーグローバームはその中でも一線を画す存在です。約85%のケア成分を含み、98%自然由来の処方が施されたこのリップバームは、唇を美しく整えるだけでなく、 ししっとりとりた潤いを長時間保ちますこの特別な配合は、唇の血色感を引き出しまるで自然な艶をまとったかのような仕上がりを提供します。まさにクイーン・オブ・シャイン・リップとしての地位を確立するための新たな武器と言えるでしょう。平野翔がこのプロジェクトに参加することになった背景には、彼のキャラクターやスタイルが YSL のブランドイメージと絶妙にマッチしているという理由があります。彼の魅力は、 ただのアイドルに止まらず、その存在感と独特のオーラで多くの人々を引きつける点にあります。特に今回のビジュアルで描かれる、挑発的でバッドボーイなムードは、YSL が求める現代的で大胆なブランドイメージにぴったりと合致しています。ビジュアルの中で平野が使用した、1B ピンクサンライズと、44B ヌードラバリエルのカラーは、それぞれが異なるシーンやスタイルに適応し、見るものに深い印象を与えます。 さらに、YSL が今回のリップバームで提案する、ナマツヤと、血色ヌードカラーは、現代のメイクアップトレンドに完全にマッチしています。特に、ノーメイクでも使える柔らかな発色や、唇に自然なボリューム感を持たせるという特徴は、シンプルでナチュラルな美しさを求める人々にとって理想的です。平野翔が述べたように、このバームは、つけた瞬間から良いなと思いました。 しっとり潤いも感じられますし、何度でも塗りたくなるようなバームだと思います、というコメントからも、その使い心地の良さが伝わってきます。また、YSL の新たな挑戦として、単なるリップバームの枠を超えた、ラブシャインキャンディーグローバームは、YSL がどのようにして時代のトレンドと共鳴し、進化し続けているかを示す象徴でもあります。ファッションやビューティーの世界では、変化が常に求められ、 その変化に対応しながらもブランドとしての一貫性を保つことが重要です。YSL はこのリップバームを通じて、これまでのアイコン製品に新たな魅力を加え、さらに幅広い顧客層にアプローチしようとしています。現代の消費者は、製品の効果や品質だけでなく、その背景にあるストーリーやブランドの哲学にも共感を求める傾向があります。YSL が平野章をアンバサダーに起用したことも、 この点で非常に効果的な戦略であるといえます。彼の持つ個性や信念、そして彼自身のライフスタイルが YSL のブランド価値と見事に融合し、新たな顧客層へのアプローチを可能にしているのです。このキャンペーンを通じて、YSL は単なる化粧品ブランド以上の存在として、ファッションと美の未来をリードしていく姿勢を鮮明にしています。今後、YSL と平野翔のコラボレーションがどのような進展を見せるか。 まままますすす期待が高まりますファンやビューティー愛好者にとってこの新しいリップバームの登場はまさに待望の製品といえるでしょう。これからも彼らの活躍から目が離せません。このリップバームの成功が示すように YSL ビューティーは常に時代の先を行き革新的な製品を生み出し続けることで多くのファッション愛好者とビューティーエンスージアストに愛されてきました。特に ラブシャインキャンディー・グローバームの登場は、ブランドの新たな展望とその継続的な進化を象徴するものです。YSL のクリエイティブディレクターであるトム・ペシューは、私たちの目指すのは、すべての製品がただの化粧品でなく、自己表現のツールとなることです、と述べています。この言葉通り、YSL の製品はそれぞれが独自の物語を持ち、使用者に新たな自己発見と表現の自由を提供します。一方で、 YSL が新たな製品ラインを展開するたびに、その背景にあるブランドの価値観や美学をどのように表現するかが注目されます。今回のリップバームもその一例で、単なる保湿バームを超えた多機能性とデザインが一貫したテーマとして貫かれています。特に、YSL が目指す、ナチュラルな美しさの追求は、ただのトレンドに終わることなく、普遍的な価値観として受け入れられつつあります。このリップバームは、 メイクアップの役割を見直し、より本質的な美しさを引き出すことに焦点を当てています。さらに、YSL のマーケティング戦略も非常に巧妙です。平野紫をアンバサダーとして起用することで、若年層やアジア市場に強力なメッセージを送り、ブランドの認知度と好感度を大きく引き上げました。彼の持つカリスマ性と自然体の魅力が、製品そのものの特徴と完全に調和し、視覚的なインパクトだけでなく、 感感情的な共感をも呼び起こ,していますこうしたアプローチは単なる広告以上の効果を生み出しブランドと消費者の間に強い絆を形成するのに役立っています。また YSL が進めるサステナビリティへの取り組みもブランドの進化を象徴する重要な要素です。リップバームの98%が自然由来成分であることは YSL が環境に配慮した製品開発を積極的に行っていることを示しています。これは単なる製品の特徴ではなく、ブランド全体の哲学を反映しています。消費者の意識がますます環境問題に向かう中で、YSL のこうした取り組みは非常に評価されるポイントであり、他の競合ブランドとの差別化にもつながっています。今後、YSL ビューティーがどのような新しい製品やキャンペーンを展開していくのか、 ままますすす期待が高まるばかりです平野翔を起用したことで、YSL はさらなる市場拡大を目指し、新しい世代とのつながりを強化しています。このコラボレーションが成功した要因は、その緻密なブランド戦略と市場理解に基づいており、単なる偶然の産物ではありません。YSL が持つ豊かな歴史と革新への情熱が、これからの挑戦にも反映されることでしょう。 これからも YSL ビューティーとその新しいアンバサダー、平野紫の今後の活動に注目し、その動向から学び続けることが求められます。ブランドが進化し続ける中で、彼らの選択と決断がどのように市場に影響を与え、消費者の心をつかむのか、その結果を見守ることは非常にエキサイティングです。YSL ビューティーは今後も、新たなアイデアと製品でファッションとビューティーの未来をリードしていくことでしょう。 そしてその歩みは単なる一つの製品の成功にとどまらず業界全体に影響を与え続けるものとなるでしょう。